わないよ、それ言わないけど、今リスナーさんがおかずやってって言うから。いやいや、だからそのあなたのリスナーさんが怒ってたよ、今、うん、でそういう人を大切にした方がいいんじゃない。大切にしてるけど、おんかじ支援を始めてそれでやればいいんじゃないのかなっていう提案してるんだよ。でももう戻ってきたらもう楽勝って感じ。違うよ、そこが第一関門。一応関門って何。第二関門。でもゲームなんこれ。ゲームじゃないけど、よく行くようにね、また仲良くやれるようにするにはやっぱ音カジ配信ってのは必要だと思う、間違いなく。ひるつくぜ、1ヶ月5万。そのひるついた勝負が見たいんだよ、俺のリスナーは。今回は本当にひるつくと思う。いや、私は来月はゼロワン。マジでひるつくと思う。5万って約束して私追い出されたんだって。あんたにだから5万絶対守るよ。でリスナーにも守らなかったら眉って炭入れる。リスナーにも出てけ出てけってみんなで言われるんだって、誘導されるんだって、うん、じゃあ配信が盛り上がったとして眉タトゥー入れる。例えばじゃあもうここで絶対に5万負けても入金しないといけないっていう流れ絶対になる。なったとしても俺は約束したからってやめる。は絶対にやめる。約束したそれ言ったんだって。あんたは別れたくない。それ言ったんだって。あんたも別れたくないから、もう絶対に守る。それ言ったんだって。別れたくないが絶対。前回もそれ言ったんだって。守りたい、俺は守りたいんだ。本当に今回信じてほしい。リリちゃんリスナーやめました。マイも目を覚ましてよく考えてて。何でリリちゃんリスナーやめましたって。本当にひどく、ひどいじゃなくてあんたがひどいんだ。分かった、もう寝込むわ。もうやめたのね。もういいよじゃなくて、もういい。で開き直る。いやもういいです。で逆。もういい。もういいよ。いや。もういいよ。いや。やばくない？それはちょっと。それ逆切れだから単純に。いや、おかしいじゃん、だって普通に考えてさ、うん、そう、結局守れなかったんだから、うん、で大会したんでしょ、マヨが大切って思ったんでしょ。じゃああんたのアカウント消したの何だったのって、うん、いやさすがに私復縁して翌日に音カジって言われると思わなかった。予想以上なんだけど普通に。じゃあ前がやるわ、囚人。やるか今から。やらない。マユ。マユにかけるか。やだよ。すべてをやるか。やるかマユ。来月の5万円の4万円、一回やるか。なんでお前、一回やってみるか。やるかやるか。数字、前の数字見たいんじゃない。やるか。いや一回やってみな。私ここでやっちゃったらいいよ、やりな。私ここで眉やってみ。別サイト眉がやれば激アツだろう。ほらこうやって男リスナー戻ってきてるんだよ、アンチもね。いや私音カジやってる時は俺に優しいんだよ、本当なんだって。いつも持ちようも養分リスナーで俺のアンチばっかりしてたんだけど、俺が音カジしてる時優しいんだって、俺に優しくしてくれるんだって。そしたら男増えるから、守ってくれるから。一回やろう。いや私準備してやるから。いやいやいや、俺の来月の5万の4万円お前に託すから。いや私もここでもし、いや怖い、音カジは怖いって。はまらないよ。怖いよ。一回だけやって。いや怖いわ。行くぞ、教えてやるから。いややりな、マジで面白いから。いや私ここでやっちゃったら大丈夫だよ。ありがとうございます。ハロウィンアイテム弱気になんなよ。いや攻めろよ、ビビんなよ。
気持ちわかるから主人やろう。やるか、やるか、まあ、一回だけやるか。前の引き、いや前の爆災確かめてみよう。やるか。いやちょっとそれおかしいってやっぱ。うん。そういうそれだからダメだ、うん。いや私がここでやったら頭おかしいって。いやまゆちゃん何だったのって、あんなに止めてまゆちゃんなんで囚人やってるのって話じゃなんだよ。頭おかしいでしょ。いやでも分かってるよ、ここでやったら盛り上がるっていうのも分かってるんだけど、私はその立ち位置にはいかない。クッキー10個ありがとう、おはよう。やってみたいんでしょ。できないって。あクッキー10個ありがとう、匿名さんありがとうございます。まゆちゃんお願いって。チョコ10個ありがとう。あ、匿名さん初めてじゃない、投げてくれるの。ありがとうございます。いや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 、あーありがとうございます。10個ありがとう。いやいや、アイテム飛ぶようになった。え、なんやってほしいからってこと。あ、チャンスタイム、チャンスタイムなんで。あ、アイコン変わっただけ、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。いや、レリちゃん私やらないよ。レリちゃんそう、忘れてた。そういう人もが正しいんだ。うん、私ここでやっちゃったら、うん、あーチョコ2個ありがとう、ありがとう徳永さん。ここでやっちゃったら、あ、これは音家事支援じゃない。あ、戻っちゃいました。ありがとうございます。もうお金ないですね。あ、お疲れ様の気持ち、ありがとうございます。ありがとう、3個も。あ、フミヤもありがとう、クッキーありがとうございます。見たいって私ここでやったらやばいって。そう、まゆちゃんそうなんだって。私でもあのゼロワンって依存気質じゃん。私全く依存気質じゃなくてさ、今回だからこう本当にきっぱり気持ち的には終わってたんだよね。いや、やっぱよくないわ。うん、だから私ってあのその人がいなければ本当にこうきっぱりできるんだけど、例えばその着信鬼電された時に思い出してたじゃん。でいつでも音勝ちの場面を見ちゃった時、またやろうってなっちゃったらそれ絶対ダメだから、私はやらない。男じゃないから。音勝ちで勝っで何か買ってもらうとかない。全部溶かすって分かってるから、ね、いや怖いよ、おんかじハマっちゃったら。養分だってこれ危ない、一番危ないって言ったからね。いつでもギャンブル24時間できるんだよ、家でやりたくなったら。パチンコとかだったらいちいち移動しなきゃいけないじゃん。
再会したしね。アイコン、あー、ありがとうございます。まゆちゃんが優しい、大変だって優しいな。匿名さん優しいよ、なんか私が何かしても受け入れてくれそう、全然響いてないの相手の、なんつうんだろうな、なんかもうゼロワンもあれね、失って気づくんだよね、いつも。で、たぶんこの前私が別れた時も、私が本当に別れた、どうせ戻ってくるって思ったんだ、たぶん変に信じるっていうか、で、いなくなって気づくんだよね。そう。いや、たぶんリスナーさんもたぶんいなくなって気づいて、泣きつくんだと思う。いやもう別れたく、そういうのしたくないから、何もいいことないもん。いや熱くなる気持ち分かるよ、私もだってあのスロットとか好きだもん。好きだもんってか好きだったね昔は。まあでもハマりはしないけどね。ちーおはよう。いや私ね怖いな、なんか正直次別れた時私多分配信多分やるから、ゼロワン多分私がやんなかったら終わるんだのかもしれない。本当に私終わりたくなったら多分やめるわ、本当にもう逃げたいってなった時じゃないと多分逃げれないんだと思う。これコーヒーだから飲んでるのね、で両方なんて無理だよ、どっちもなんて選べない、それは、ゼロワンのことを、いや正直マジで、もういいもういいって思ったけど、会ってあなんか少しずつ思い出してきた感じかな、いやいやギャンブルとお酒は違くない、ちなみにゼロワンはお酒やめてほしいとは思ってないからね、いやいや自殺未遂されてみてよ、じゃあ60件電話とかされてみて、最初は恐怖から始まるけどほっとけないかもしれないってなってしまう。いや本当に話聞いてあげようって、話聞いてあげようと思って会って泣き疲れて、本当に俺誰にも連絡来てないんだって、で携帯見たら男友達と「エヴァウスどっち行こうかね」エマちゃん別れたらしいやん、エマさんどっちがいいかなって言ってたけど、でもそれもね、怒ってないけど、どうせ行けないから、援護せなくね、いや恐怖からのほっとけなくなったんだって、ちょっとは聞いた、とりあえずそのアカウント消したから、こんぐらいの覚悟があるから、あの会う30分でもいいから会って話してくださいって言われて、じゃあ、ちょっとなら
私がでもあれなのかな、なんか前回よりはちゃんとあれな真面目なのかなって思ってしまったんだけど。